今回は12月下旬から始まった進撃の巨人コラボカードから2倍兵長を紹介。スペックは 2.5 コスキバで武力9、知力6技巧。今まで 2.5 武力9技巧持ちは知力5が最高値やったから、まさに人類最強。計略は指揮6の自信強化で武力プラス5、鉄砲同様に正面に射撃できるようになり、男性は1射撃を命中させた敵に向かって斬撃を連打しながら高速移動する効果、時速は10カウント。かなり特殊な計略やから実際に見た方が分かりやすいかな。進撃の巨人は一体機動装置というワイヤーを使って飛ぶように移動するアクションが特徴的な作品。大体の漫画では身体や大きく筋肉がある方が強さに説得力を持たせやすいけど、進撃の巨人ではそのアクションの特殊さゆえに騎士やボートレーサーの世界用に、光る人が強いことに説得力があり、小柄ながら人類最強と言われるリヴァイの回転切りを再現した計略も面白いね。計略で兵士調査兵団になっている間に飛ばせるアンカーの異線は鉄砲よりも遅いから、騎馬には避けられることもあり、その場合は何も起こらない。巨大化して的が大きくなってた相手には当てやすく、対巨人を想定して作られたとこも再現できてるのが最高。コラボ前半で登場したミカサは車輪をまとい続けながら戦えたけど、リヴァイは斬撃終了時はしばらく兵士アクションのできない状態で敵に密着するからダメージを受けやすい。負傷しながらも戦い続ける感じになりがちなのも原作そのままって感じのイメージで好き。女型と戦った敵の調査の時のような兵士長としての騎馬隊、人類最強の子としての立体記号と斬撃でカードコンセプト的には原作の再現がしっかりされた良いカードで、個人的に満足のコラボかな。余談ではあるけど、カードリメンの統一名称は連れに注意同様に、人物の根幹に関わるエピソードのネタバレ防止のためか、リヴァイのみ没年までしっかり書かれたガチさんとの差は何なんやろう。さて、そろそろ計略の話しようか。この計略をある程度使って思ったことなんやけど、計略発動を機に兵士アクションが切り替わるから、騎兵として突撃から計略発動、そして調査兵団として斬撃、お手早く可能で、その際のダメージ速度や流派ゲージの蓄積に強みを感じたよ。皆殺しだ、一人もここから逃すな。撃て、避け、食らいなさい。流派発動3の方、もっと前出なくていいのか。さっきは随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。どけ、負けるわけには忘れるかよ。さっきは随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。信じて待ってろ、死なずに。二手に分かれて逃げよう。撤退する。撤収か。戦機開放。かかってこいよ。敵を取り巻くまで死人になれ。くそ、流派発動。
二の肩。まがいものだろうが何だろうが貫きゃまことになるはずだ。くらいなさい。おら、さっきは随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。くらいなさい。前期開放。接近戦に特化した強力やから双剣との相性は良好。一枚採用で固有戦機が選べる時代特殊なのも長所やね。一の肩撃て。信じて待ってろ。ここから先に行くっていうのはどういうわけになるだろう。俺が行く道は俺が決めるんだ。撤退する。こんな感じで斬撃は複数部隊に命中する。道中でも敵長にたどり着いた場合は移動、斬撃ともに終了するよ。城壁内は危険が多いから仕方ないね。行くぞ。今回は3試合やるが1人1日5マヨの消費を義務付ける。奴からかかってこいよ。流派発動。身の肩ここから先に行くってんならどうすればいいかね。さっきは随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。天が揺らぐ。俺が行く道は俺が決めるんだ。こんな感じで敵長に着いた瞬間に移動、斬撃ともに中断されるから敵を取り逃がすことも多いけど、作中ではジークと兄を見つめながら一回ずつ取り逃がしてるし、まあこれもリバイ兵長っぽいのかも。一の方
一の型。敵八幡が方向受けてよ。二手に分かれて逃げよう。撤退する。くそ、奥の恐ろしさ、表の者たちに教えてくれよ。おら！流派発動！二の型。僕の恐ろしさ、表の者たちに教えてくれよ。敵もここから先に行くって何とも言われて。少しは役に立ったかな。天気解放。随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。くそ、戦機解の門に誓おう。徳川がおさびし平和なる天下を。ひとつ借りだ。進め。ゴンキン様、流派発動。三の型。天が揺らぐ。もっと前出なくていいのか。撤収する。ここから先に行くってんなら通すわけにはいかねえ。損害は許さん。一人も死ぬな。殺しはしねえから安心しろよ。すぐにはな。ご視聴ありがとうございました。